せーの、新年明けましておめでとうございます。中日ドラゴンズ柳優です。高橋宏斗です。石川貴也です。内田龍空です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ始まりました、テレビ愛知新生ドラゴンズ勝負の冬2024。よいしょ。初めてでしょ出るの。初めてです。気をつけろ、生きて帰れると思う。血出るからね、血、はい、気をつけろ、過酷だよ。気合入れて頑張りたいと思います。気合入れていくよ。はい、はい、ちょっと全然ダメじゃん、柳さん。助け求めない。早くやっぱ素人だから早く来てって思ってました。早く来てじゃないのよ。ちょっと何勝手に始めてんすか。また明日おいて。足でしょ。足じゃん。スタンバイしてたのに何勝手に始めてんすか。お願いしますよ。本当に改めて皆さんよろしくお願いします。こんなね、もう見晴らしのいい場所でのオープニングということで、今年の春に新たにオープンする新しい中日ビルのヘリポートでございます。うわー、素晴らしい。ナイスヘリポート、ナイスヘリポート、ナイスヘリポート、素晴らしい、はい、バンテリンドームもありますよ。バンテリンドームも正面あります。ほんとよ。そうなんです。うわー、どうですか上から見るバンテリンドームっていうのは。柳さん、あんま大したことないですね。今回番組に集結したのはテレビ愛知の特番出演は3年連続4回目、ドラゴンズ右のエースでもあり選手会長、柳裕也。昨シーズン自身初の規定打席に到達し、初の2桁ホームランもマーク。いよいよ覚醒の時を迎えた右の大砲、石川昂弥。こちらも自身初となる規定投球回をクリアし、初の完封を挙げるなど、エースへの階段を着実に駆け上がる21歳、高橋宏斗。ラストは守備力は侍ジャパンの源田級、抜群のセンスでリーグトップクラスの守備を誇る龍空。この番組毎年恒例でやってるんですけども、去年少し見たんですけど、はい、少しってどういうことですか。なんで全編見てくんないの。あ、少しちょっと盛り上がりに欠けるなとは思ってたので、まあ柳さん筆頭に。なぜ1年目2年目呼ばれなかったのかと。ああ、この盛り上げ役の土田として。なるほど。高橋周平さんっていうね、自ら入れてくれって振り込むタイプ。振り込む選手。それがいかなあかんってことですね。そうもうこんな初出演のやつらと一緒にされちゃ困るんですよ。さすがに今日はバシッといきますよ。バシッとね。さあそれじゃあ参りましょう。せーの、新年に吠えろ新生ドラゴンズ勝負2024。さあ中日ビルの中に移動してまいりました。はい、そもそも中日ビルどういうものか分かりますか。分かんないですよ。あら、何なんですか。ドラゴンズとはすごく縁も、そらそうだ、中日ってついてる。そうなんです。過去には球団事務所、昔のビルには球団事務所ありましたし、契約更改もそこで行われてましたし、やってたね。うん、地下鉄栄駅に直結し、劇場や飲食店、ショッピング街など当時中部地区最大規模の多目的ビルとして親しまれた旧中日ビル。若い選手にとっては馴染みが薄いかもしれませんが、かつてはドラゴンズの球団事務所もこの中にありました。その中日ビルが建て替え工事を経てこの春グランドオープンということで、今回はなんとオープン直前の新ビルで選手たちがロケしちゃいます。中日ビルツアークイズ。新生中日ビルの中でいろいろ回りながら皆さんにクイズを出していくという。どうですかクイズの方は。柳さん、自信しかないですよ。4回目ですから。確かに問題の傾向もなんとなく傾向も把握できてます、うん、もう僕も中京大中京出身なので、はい、東邦や近江には負ける気はしないですね。大学落ちてるやついますけど大丈夫ですか。慶応落ちてるけど志は慶応なんです。慶応に失礼ですよ。時を経てそれいじることができるんだ。今回は柳高橋宏斗チーム対石川昂弥龍空チームで勝負。番組では毎年恒例となった午後のバーベキューに持ち込む食材をかけてのチーム戦です。そして気になる最初の食材はこちら、近江牛のヒレ。我の出身地だ。それではこの極上の近江牛ヒレ肉をかけていってみよう。まず問題はこちら。
旧中日ビルでは特設テレビが設けられドラゴンズを応援するパブリックビューイングもたびたび開催されました。では問題です、はい、この写真一体何年に撮られたものでしょうか。知るかって感じだもん。まあ、ヒントはまあ写真の中にあるよね、はいはい、例えば目指せ日本一、はい、これは2004年から201119年のユニフォームです。さあそれじゃあ、2チームともお書きください。どうぞ。せーので出してください。どうぞ。さあまず投手チームは2006年、そして野手チームが2004年ということで、これは理由は？ごちそうさま。この笛の吹き方は2006年なんですよ。流行ってました2006年にこれ。これ野手チーム2004年。まあ、なぜ？画質的に2004かなって。画質で？はい。正解は、はい、2004年です。イエスチームおめでとうございます。そういうことなんですよね。2004年大正解。じゃあ練習はこれまででいいですか。じゃあこういう感じで進めていくということで、はい、続いてドラゴンズと縁がとても深い中日ビル、優勝パレードの終点としてのイメージが強い人も多いと思います。こちらが実際の映像。ドラゴンズの優勝パレードは名古屋市内を巡り、最後にこの中日ビルにたどり着くというのが定番コースでした。久屋大通りにはこの人だかり。皆さんありがとう。市内をパレードしてまして、こんなに皆さんの喜んでる姿笑顔を見ますと、選手たちも大いに闘志が湧くと思います。そして来年再び皆さんとここで大いに喜び合いたいなと、そういう気持ちでいっぱいでございます。すごい人だな。では問題です。およそ16万人が集まったとされるこの写真、1999年のパレードのものなんですけれども、この年の MVP は誰でしょうか。なんて言った99年生まれてないの。勝った。あー絶対そう、絶対そう。ちょっと隠しましょう。本当に絶対そう。さあそれじゃあ、お二方出してください。どうぞ。さあまず野手チーム、福留さん理由は。いやもう柳さんがこれしかないって言って、うん、もうこれ基本です。これは1999年の MVP は福留さんです。さすがですよね。直感です。直感で、辰巳さん、はい、あれ間違えたらまずいんじゃないですか、はい、MVP 取っててもね、まあ、生まれてないからしょうがないですもん、ね、生まれてないですもん。さあそれじゃあ正解発表です。どうぞ。正解は野口茂樹さんです。残念。出しといて。ほらこれ出しときな。持ちなさいよもう。というわけで野手チームの1点リードでスタートした中日ビルツアー。ここからは新たに誕生した中日ビルの3つのシンボルにまつわるクイズです。生まれ変わったビルの中には、愛知が誇る三英傑をモチーフにした巨大な壁面アートに加え、旧中日ビルの象徴ともいえる天井画を利用した壁画も。名古屋の新たなランドマークには見どころが盛りだくさん。ということで3問目は三英傑をモチーフにしたこの壁面アートから出題。そもそも三英傑って一体何でしょうか。三英傑とは何。はい、あ、そういうこと。そうです。目が出るのがあるタイプ。夏の大三角形みたいな感じだったら帰る。そう書きなさいでしょ。両チーム同時に出してください。どうぞ。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康。両チームお見事。続いての問題は野手チームのみが正解し、その差は2ポイントに。ビルツアークイズの行方は果たして。やっぱ新しい絨毯もあって。中日ビルツアー次なる目的地は、よいしょ。うわー、ナイスです。
これもすごいすごい、わ映画館綺麗ですね、ナイスですすごい広いな。こちらは講演会やシンポジウム、さらにはライブコンサートなどにも利用できる多目的ホール、その名も中日ホール。綺麗なとこじゃない。はい、糸田さんもここでライブできる。中日ドラゴンズの、え、なんすか、今から私たちが甲子園でおなじみとなった応援歌を演奏します。かわいい子だな。一体何の曲を演奏しているか早押しでお答えください。先輩も高校時代に聴いたことがある曲なので絶対にわかるはずです。高校時代のあの気持ちを思い出してください。ほう、はい、ということはどういうこと。母校の生徒の皆さんが懐かしの応援歌を演奏してくれます。あ、ブラスバンドが、はい、はい、その曲名を当ててください。クイズでございます。やってきましたイントロクイズ。高校生たちの演奏を聞いて答えが分かった人は手を挙げてお答えください。勝利チームにはバーベキューの食材として極上のタン元をご用意。それでは参りましょう。まずは初級編ということですので、うん、曲を演奏している学校名をお答えください。学校名ね。そうです。わかりました。さあ、それじゃあ早速参りましょう。イントロドン。今のもうやばいぐらいの、もう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 食べてほしいんだもん。高橋宏斗投手が相当いるよ、ね、黒いなんかいるやん、ヒーローみたいな。電池切れよ全く動かないからさあ、かけました。柳さんから順番にいきましょう、はい、こう、柳さん、うん、うん、ば、ば、ちっちゃいつ、う、と、お、コンバットマーチ。正解です。野球道具、野球道具でしょ。よかった、バットで。バチさ、もう自信のなさが文字の大きさで現れてる。野球とかもう分からんから俺バットしかなかったんで奇跡の連携プレーで見事伊勢海老ゲットだぜ。一行は再び中日ビルツアーへ。こちらも中日ビルの新たな目玉、屋上広場。晴れた日にはウッドデッキに腰掛け栄エリアを一望なんてこともできちゃうスポットです。目の前に一望できる、いいね、はい、屋上広場です。ここで問題となるのがこちらでございます。こちら、はい、この壁面を植物で覆うバーティカルフォレストというものなんですけれども、知らないでしょ。中部9県にゆかりのある植物が植え込まれているんですね。中部9県、はい、この中部9県というのはですね、はい、ドラゴンズの皆様の日々の活躍を伝えてくださっております、うん、中日スポーツの発行エリアとなっております、はい、では問題です。問題、この中部9県の中で愛知、岐阜、三重を除いた6県をお答えください。この問題はボーナス問題ですので、うん、1つ正解するごとに1点です。その代わり1つ間違えるとマイナス1点です。あ、簡単に、はい、お忘れでしょうが近江牛のヒレ肉をかけての対決となっておりますので。そうか、あと6件ね。もう分かるかも。富山、石川もかな、神奈川、わ、関東じゃない。さあ、それじゃあ、フリップ出してください。どうぞ。ピッチャーチーム、静岡、福井、石川、長野、富山、新潟、うん、静岡、石川、長野、新潟、富山、山梨、山梨福井の本気の奥行くでしょということになりました。さあ、それじゃあ答えの方発表お願いします。静岡県、あ、はい、いいじゃん、正解。福井県、はい、石川県、はい、富山県、はい、長野県、はい、滋賀県でございます。滋賀って関西じゃないですか。やっぱ入るんだ。そうなんだ。中部9県は入るんです、結果投手チームが4点、そして野手チームは2点を獲得。
近江牛をかけたビルツアークイズの結果はどうなる？ガチンコモルック対決。モルックどうでしょうか。まあ、去年番組見て、はい、あの知りまして、あモルックを番組で知った、はい、もう僕はやったことあります。ある？はい、モルックが流行る前にやってましたね。いつやってたの？2年前ぐらいじゃないですか。2年前、先取り。僕が広めたって言っても過言じゃない。過言です。モロッカ、モロッカ。続いての勝負、モルックとはこの木の棒をモルックを投げ数メートル先のスキットルを倒すスポーツ。一度に複数本倒せば倒れた本数が得点に。1本だけ倒した場合はスキットルに書かれた数字が得点となります。今回はロケが押しているため25点選手の一発勝負。しかし25点を超えた場合は最初からやり直しとなります。優勝チームにはプレゼントで、はい、じゃじゃん、2つあります、はい、うわ、パナソニック電気圧力鍋、そして高級ブランド米龍の瞳10キロです。先行は投手チームで、いざモルック。まずピッチャーチーム第一投は高橋投手です。どうぞ。嘘だろ、嘘でしょ。あれこれは先行きを思いやられるよ。さあ、それじゃあ野手部リュウク選手どうぞ。おーい、さすがは経験者、9本を倒したので9点ゲット。9点。オッケー、9ポイント。でもこれ9点。さあ、そしたらヤンギ投手どうぞ。おーい、まあ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 6点です。まあ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 。さあ、それじゃあ石川選手どうぞ。こいつをやるよ、縦のゲだ。うまっ、うまっ、うまっ、狙った。今11点だった。11点取りに行きましたがけど2点ってことね。2点です。はい、石川選手狙っていたという11を見事ヒットしたものの、その後7も倒してしまい2点。います、来い。4ポイント。9いきますか。9。いいね、宣言。いいよ、来い。おい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 、10いったけどね。9でいいの？9でいいっす。 OK。 さあ、ヤンギ投手どうぞ。セース。お、3ですね。3か。3ポイント。もう9で終わりよ、これ。くっそ、待ってください。9で終わりよ。9で終わりよ。やばい、ほんとよ。やばい、龍の瞳が。こいつやるよ。ありがとうございます。9点取れば即さよなら。短くね、短くね、短くね。ありがとうございます。短くね。ありがとうございました。すごーい、すげー。終了。すごかったですね。ありがとうございます。ね、狙ってたやっぱ最後は。いや、それマイクじゃないから。最後まあ9で終わりだったんで、うん、はい、9狙っていきました。素晴らしい。うん、いや、そもそもね、最初にこいつがあんなに速い球で0本、帰らせますね。帰らせます。どうなってんの？いや、本当にマイクじゃないんだよ。お米と電気圧力鍋は、はい、ヤッシーム獲得でございます。思う存分お米召し上げてください。ありがとうございます。さあ、続いてはこちら、お年玉争奪クイズ合戦。ここからは個人戦。クイズに挑戦し、合計ポイント上位2名にはお年玉が。準優勝者には、三重県津市の松阪肉専門店、老舗朝日屋からすき焼き用松阪肉5万円相当。そして優勝者には、大人気
デロンギの全自動コーヒーメーカーをプレゼントしちゃいます。問題です。2023シーズンに起きた事柄を早い順に並べてください。1、高橋さんの初完封。2、柳さんのノーノー未遂。3、石川さんの球団通算9000号ホームラン。 あったね。4、リュークさんのプロ初ホームラン。さあ、それじゃあ順番に並べてお書きください。どうぞ。全部印象的だな。はい、9000号のホームランってそういうのってあるんだね。ね、あの球団通算でっていうことで。さあ、それじゃあ皆さん一斉にお出しください。どうぞ。柳さんは、まずリュークさんのプロ初ホームランが一番最初にあった。その後に石川さんの9000号ホームランがあって、その後に高橋さんの初完封があり、だ柳投手以外が全部同じ答えだ、はい、まず2023年で一番最初、リュークさんのプロ初ホームランがありました。その後に高橋さんの初完封がありました。そして石川さんの球団通算9000号があって、柳さんのノーノーです。さあ、というわけで柳さん以外全員正解。こいつらがやったことなんていちいち覚えてないです。では、その柳投手がノーヒットノーラン未遂となった8月13日、うん、ヒーローインタビューに選ばれた選手すべてお答えください。こんなん分かるやん。これはもうなんか華やかなヒーローインタビューでしたよね。はい、豪華でした。一人誰だ、一人誰、最大でしたもんね。もう乗れなかった。そうですよね、うん、いや、そう、それは覚えてるんですよ。さあ、それじゃあ一斉に出してください。どうぞ。はい、柳さん、宇佐美さん、岡林さん、柳さん、岡林ですよね。柳投手、石川選手、宇佐美選手、岡林選手です。そうだ、なんか球団記録打ってたわ。岡林選手が抜けてた。続く大島洋平以外の大学社会人出身の2000安打達成者、連続フルイニング出場の世界記録保持者という問題では、それぞれポイントを伸ばし大接戦に。2023シーズン、テレビ愛知全6試合の野球中継で一番先発登板が多かった投手は誰でしょうか。すごいね。そうなんですよ。なんでだろう。さあ、それじゃあお出しください。どうぞ。しんのすけ、高橋ひろと、柳ということです。ありがとうございます。いただきました。まだ答え出てませんけどもね、6放送中5番組いただいたような気がします。僕が正解は高橋さん。すごいな。あれだ、6試合中5っていうのも正解です。すごいな。ドーム入るたんびにテレビ愛知 の放送のでっかいトラック見てました。高橋投手、お見事。実は WBC 直後のシーズン初登板初勝利、プロ初完投初完封もテレビ愛知で中継。何かとご縁があるようで、今年もよろしくお願いいたします。最後の問題でございます。最後は大逆転サヨナラホームラン。最終問題は1万ポイントをかけた早挙手問題。サヨナラホームランを打つのは誰だ。 PL 学園出身で左バッター、立浪監督と同級生で、今シーズンから中日の、はい、片岡敦で、はい、気持ち前出ちゃって呼び捨てしちゃってる。ありがたいです。片岡敦史。マジやめてください。ヘッドコーチに就任した人といえば片岡敦史さんですが、片岡さんの前のヘッドコーチは誰？はい、うわー、ちょっと誰だった今。マジで？いや、あのね、柳さんが一番早かったと思います。柳さん、どうぞ。伊藤勤さん。ピンポーン。ということで、1万3ポイント獲得した柳さんの優勝。
優勝は決まりましたが、石川選手と高橋投手が3ポイントで同点に。ということでジャンケンによる準優勝決定戦に。最初はグー、ジャンケンポイ。石川選手の勝利。一番に合う松坂牛獲得でございます。おめでとうございます。ナス、おめでとうございます。ここからですね、選手の皆さんに、真面目な野球話なんかもちょっと聞きたいなと思います、はい、昨シーズンですね、振り返ってみてご自身的にどうだったかというところなんですけど、リュウクさんどうでした？もう全くダメなシーズンになりました、はい、バッティングもそうですし、うん、守備の方でも、しょうもないミスをしたりとか、来年はチャンスがいただければ勝利に貢献できるように頑張っていきたいなと。難しいシーズンだったかなと思うんですけど、ついてきてほしい数字がついてこなかったりね、そのなかなか噛み合わない時もあったんですけど、2023はいい意味で忘れて、はい、そうですね、もう2024またしっかり頑張っていこうかなと思います。新しい年を迎えてますから、はい、やっぱり1年間投げさせてもらっていろんな反省出ましたし、僕もやっと1年間投げるための準備が去年整って、今年もう結果を求めてやっていくだけだと思うので、去年は本当にもっとなんかできたんじゃないかなって思うことばかりでした。規定打席に立たせてもらったり、うん、はい、2桁本塁ホームラン打てたりっていうところもあったんですけど、全ての数字であったり、あの首脳陣のいやファンの方の期待に応えれたかといえば全然応えれてないと思いますし、自分でも全然満足してないんで、あの今年はしっかりやりたいなと思います。はい、5年後の自分、チームでいったらエース、うん、でしっかりと核となる活躍をしたいなとは思いますね。僕はドラゴンズの顔となっていられるように今からしっかりと頑張りたいなと思います。まあもうドラゴンズの柱として、うん、あの5連覇目してると思います。5連覇目今年からずっと連覇が続くってことですね、はい、こんなに気持ちのいいゲーム初めてですよ。34、5の年になるんで、うんうん、はい、まあベテランと呼ばれる領域に差し掛かってくるんですかね。そうですね、はい、そうなってくるんですけど、まあやっぱりね、まだまだ元気で、うん、ローテーションを1年間回れるぐらいの活躍をしていたいなとは思います。そのあたりだと、まあベテランだからチームも引っ張っていかなきゃいけないですね。もうベテランになってくるんでちょっと一歩引いて、うん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 、もうこの辺のやつらが20中盤後半に差し掛かるんで、そうかそうか、こいつらにどんどんやってもらおうと思います。優勝はいつですかね。今年します。今年期待してもらっていいと思いますし、僕は全力で腕振っていきます。心強い。毎年、うん、優勝を目指してやってるので、はい、もちろん今年頑張ります。ありがとうございます。自分の中で絶対的にカウントを取れるボールだったりを作っていきたい。去年とは違って、はい、2年目になるので、まあ、ここからは本当に勝負だと自分の中でも思ってるので、しっかり最初から投げて怪我せずにずっと投げ続けていきたいなと思ってます。自分の中でも全開でいきたいなとは思ってるし、8回9回もちろん完投を目指して毎試合投げたいと思いますし、1年間投げるという意味でも20登板100イニング以上投げれるように頑張りたいなと思います。より勝てる投手というのを目指して、そうですね、昨シーズンも勝てなかったですし、その悔しさを持って、はい、一戦一戦、はい、勝ちにいきたいと思います。2024年のシーズンしっかりチームの勝利に貢献できるように、頑張りますので、応援よろしくお願いします。お待ちかねバーベキュータイム。極上タン元は柳高橋チーム、伊勢海老は全員が獲得。そして忘れてはいけないあれの行方は、中日ビルクイズですね。近江牛のヒレ肉をね、実はこの場で発表となっております。あ、そうか、これだよね、おにぎり。すげーなー、すげーな、これこの場で発表。作り物みたい。そう、柳さん、高橋さんペア、はい、5ポイント。おーし、うん、石川さん、リュウクさんペア、5ポイントで並んだので両チームゲットです。
食材も出揃ったところでスペシャルバーベキュースタート。めっちゃあるでしょ。ぜひ取ってください。持つ係なんだよな。一番タッパの係なんだよ。え、あ、そっか、これ。あ、すごい。うわー、すごいなこれ。あ、いいね。焼き加減よ。いけました。はい、うん、ちょ、大丈夫。キャッ、うん、行きましょう。さあ、じゃあこれを豪快に。ん、リューク選手の様子が何やらおかしい。うわ、うわー、うわ、気を用意したと。あ、はい、はい、あー、出た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 。あ、はい、はい、あー、出た出た。いや、そんな無理や。早く来いで、早く来いで、早く来いで、楽にさせてあげて。どういう向き？どういう向きでもいいよ。おきぶり退治する女子。怖すぎ。おきぶり退治する女子のやり方。ペロペロ。お肉もいい具合に焼き上がったところで、いざ実食。うん。うん、ジューッ。美味しいわね。柳さんと高橋さん、おーよっしゃー、待ってました。いただきます。うまい。やった、うまっ。伊勢海老です。ありがとうございます。うまっ。豪華食材に舌鼓を打ち、お腹も膨れると、話題は大記録に迫った柳投手のあの話に。柳さん、でもどうでした、はい、あの今年のね、いろいろ話題になりましたけども、ノーノー未遂ですが、世間ではそう言ってましたけど、はい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 、で9回投げ終わって、まあ、のしのなシャーってなって、おうおうおう、で9回表、まあ、するじゃないですか、そうです、ね、ゼロ本で0-0、はい、で9回裏、まあやってくれるだろう、このチームならやってくれるだろうと思って、こいつらもまあ必死こいて点取ってくれるだろうと思ったら、うんうん、2分で攻撃終わりました。でも完全負けムードの時に、その後よ、いや、あれマジで僕バット短く持ってました。いや、俺の時にも短く持てるよ。もうライデルが点取られちゃったんで、いや、俺の時にもなんとかせえよ。なんとかその負けを消したいわけじゃない、はい、俺に舵つけてくれ。ノーヒットノーランさせてくれ。すり足にもして、すり足にせえ。短く持ってすり足で打てる。僕自分のことはその時は思ってないです。おやば、すごいと思って、すごい、うわっ。で、その次の打席の人、宇佐美さん、宇佐美さんがもうまた打ちました、うん、もうそれもうわー、でもうわーって。ネットのやつでさ、見返したんだけどさ、5回見返したもんね。あの、自分で水かけて登場する時とか、あれ僕もめっちゃそこだけ超面白くめっちゃ面白かったです、あれ。自分でこうやってきたやつ、あれね、本当に誰も僕のことも忘れてるんですよ。さよならだったんで、こうバーって持ってきたんですけど、なんか走ってる途中に、ちょっと待ってよ、これ俺が一番すごくねと思って。さらにこの後、電撃入団で話題の中田翔選手との裏話も。中田さんの方から、はいはい、いきなり、うん、電撃入団で話題となった中田翔選手との柳投手だけが知る裏話とは。なんかサプライズで、あの柳さんお会いし、はい、お会いして、あれはどういう状況なの。そのお店の人が、うん、今日その中田選手が来ると、でよかったら来たらっていうことで、僕ちょうど予定がなくて、うんうん、あのそのお店の人が、はい、ごめん、そのファンの人が来てくれてみたいな、ちょっとお店の方がね、はい、対応してもらっていいかなみたいな、そういう風な紹介をしたわけだ、でそこで僕がガーンって入っていって、おはいって言われて、よろしくなーって、じゃあもうすぐ柳投手だって気づいてくれて、あ、そうです、
よかったです。気づかれなかったらどうしようと思いました。ただのファンでしたよ。ありがとうございます。ありがとうございました。握手して、帰りますサイン書いて、じゃあどうも。危なかったです。長瀬さんの方から、いきなり、はいはい、いや、マジ勝ちたいよな、みたいな。本当に言われて、うん、いや、本当勝ちたいです、みたいな。そこからこういう。なんで、まあ、ドラゴンズは若い選手多いですけど、はいはい、野手特に。すごいいい、なんか存在に、なるんじゃないかなって僕はなんか上から目線ですけどそう思いました、ね。まあ、学ぶことしかないと思いますね。ね、趣味の方でも聞きたいとことかもありますし。ゴールデングラブ賞取ってますよね。そうです。長瀬さんね。まあ、ハンドリングとかも本当にすごいなと思うので、うん、いろいろ勉強させていただきたいなと思います。肩組んで写真撮ってたよね。撮りましたね。あれもでもそのあれ柳さんから大将の方から。そのインスタ載せようぜ、写真撮ろうぜって言われて、ぜひ、ぜひお願いしますって言って肩回したんですけど、うん、思ってた2倍体分厚かったです長いロケもそろそろ終盤と気を抜いている選手たち、ここで番組からちょっとしたサプライズ。実はここで皆様には内緒にしていたんですけれども、はい、今日1日、うんうん、頑張った方に MVP を、はい、伊藤田さんに選んでいただいて、はい、最後に商品1つ用意してるんです。絶対俺や。嘘。ガーミンゴルフウォッチを用意しております。お正月から番組を盛り上げてくれた選手の中から MVP を決定。選ばれるのは果たして発表したいと思います。はい、今回のロケでの MVP は、石川隆也選手。おお、マジっすか。どこが決め手は、ゴルフの9点です。あ、前半の押しをあれで巻き返しました。確かに、確かに番組的にも助かりましたし、ね、見事劇的な勝利ということで、ありがとうございます。おめでとうございます。ナイスガーミン。これはいい。ナイスガーミン。ナイスガーミンです。おめでとうございます。最後に視聴者プレゼント用に持ってきてもらったグッズに今シーズンへの意気込みを書いてもらいました。まあ、夢をつかもう、はい、夢をつかもう、キャッチザドリームみたいなものですよね。皆さんと、同じ夢に向かって夢をつかんで頑張りたいなと思います。あの、優勝を日本一と書きました。はい、最下位からの巻き返しで今年は絶対優勝します。夢のその先へ。夢のその先へ、はい。僕たちもまだ見たことない景色をファンの皆さんと一緒に見たいなという思いが込められております。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。勝つと書きました。勝ちます。チームも、うん、個人も、はい。今年は勝ちます。はい。はい、いい成績を収めていただいて、今年の秋には美味しいお酒を飲めたらいいなと思います。はい、そして、年末にはまたこの番組に来ていただいて、うん、素敵な応援をするということを願っておりますので、はい、そうですね、ぜひ、今シーズンの活躍期待しております。はい、頑張ってください。ありがとうございます。また来年お会いしましょう。さよなら。番組をご覧の皆様に豪華プレゼントのお知らせです。柳、石川、高橋、リューク各選手が使用したサイン入りグッズを各1名様、根尾、梅津、中地各投手サインボールを各1名様、トヨタ防食ドアラシートクッションに選手のサインを入れて3名様にプレゼント。スマホ、パソコンから番組ホームページにアクセスし、キーワードを添えてご応募ください。キーワードは夢つかもす。たくさんのご応募お待ちしてます。ガチで決めよう。ガチのグッドパーの、ちなみに掛け声どんな感じ。グッドパーの組み合わせじゃないですか。グッドパーで別れじゃない。別れ。グッドパーで別れましょうじゃない。あ、そうそう、グッドパーの組み合わせ。なってない、なってない、なってない、
なっちゃったんですけど、ね、最悪や、最悪だ、これはもうね、真面目コンビでいきましたよ、そうやな、はい、最悪だ、はい、頑張ろう、成り行く意気込みをちょっと何ですか意気込みを、まあエンタメ担当としてバッチ盛り上げて柳さんなんかより回数出れるように柳さんを蹴り落とします、やってやりましょう、石川さんはエンタメ担当いるんでついていきますファッショニスタ、さあここで問題です、はい、この壁画に関する問題となります、うん、一度しか言いませんので皆様よくお聞きくださいませ、いきます、はい、6階のこちらにある壁画は、うん、旧中日ビルの吹き抜けの天井が夜空の共演の一部を移設して作られました、中日ビルを知る方々にとっては懐かしさもあるのではないでしょうか、うんうん、ではこの壁画の元となった天井画の名前をお答えください、え？何？だから、あ、あれですか？だから一度しか言わないっつったんだ、はい、名前だって、さあそれじゃあお考えください、どうぞ、天井画の名前知らんよきっと誰もが知ってます答えを、あれ私ちゃんと滑舌よく話せてましたよね、わかります普通、じゃあ答えは誰もが知ってる言葉ですか、まあ、この今フロアにいる人も誰もが知ってるし聞いたことある、僕らもですか、うん、僕もですか、うん、え、本当に、え、全部わからん、え、これを作った人じゃなくてですか、これの名前ってことですよね、だからその天井の名前意味が、え、この壁画は旧中日ビルにもあった、もっとでっかかったの、そうなんです、うん、で天井にグワーッと張ったったの、はい、でそのファンの人が多くて中日ビルを建て替えるっていう時に何とか残してくださいっていうご要望が強かったので一部残したんですよ、そうなんです、6階のこちらにある壁画は旧中日ビルの吹き抜けの天井が夜空の共演の一部を移設して作られました、中日ビルを知る方々にとっては懐かしさもあるのではないでしょうか、ではこちらの壁画の元となった天井画の名前をお答えください、言えた、さあそれじゃあお書きください、どうぞ、いやもうこれはもうあれっすね、これはもう言ったっす、いやだいぶ譲ったよだいぶ譲りましたね、これはもう言ったよじゃないね、譲ったんだよ、それ言ってもらわなきゃ困るよ勝ったわ、白子よ、たかしくん、こう、はい、まあいいんじゃないですか、漢字間違ってても、言ってますよ、漢字伊沢さん、合ってます？漢字どう？漢字は？え、そのままでいいです、天井画の名前ですね、だからまあ天井画って結構さ、うん、我々には分からない、こう、あ、もう、まあ、このでもいいんじゃないですか、さあそれじゃあ、まずはヤシチームこれえぐい、ヤシチームから出してください、あ、いいですか、はい、どうぞ、夜空の共演、夜空の共演、なるほど、漢字は知らんすけど、夜空の共演ね、はい、はい、さあそれじゃあピッチャーチーム答えをお願いします、はい、6階のこちらにあるいやこれ真剣ですよ、真剣、まあ、まだわかんない、わかんない、6階のこちらにある壁画の名前ですか、壁画の名前ね、6階のこちらにある、なるほど、さあそれじゃあ、答えの方お願いします、正解は夜空の共演でした何してんすか、そんなわけないじゃん、惜しかったっすね、正しい感じは出てる、はい、正しい感じは出してますんで、はい、そんなわけないじゃないですか、これ何ですか、6階のこちらにある、これ6階のこちらにあるっていう部屋が、そうですね、6階のこちらにある、柳さん違うか夜空の共演の一部知ってたっ、欲しかった、答え入ってたからねいやこのボケ見つけたからさ、すぐ書いてたもんね、うん、もうこれしかねえありがとうございます。ありがとうございます。柳さん、絶対答え一緒やと思ったっす。俺も思った。ふざけてた。半笑いで書いてたもん。手応えありますか？ないっす。ないっすか？でもさっきのクイズは、リュウクが、もう全問、高谷さん。コツは掴んできた。いや、無理っす。
ありがとうございます。はい、覚えてる転換しまーす。ね、しっかりしてますよね。で、うまかった。結構難しいと思う。散らかったのが面白いですよね、絶対。なんかこれ、じゃあ、最初すべては、これ一つですから。しょうもない。じゃあ、あれは、まっすぐ行ったんですけど、しばらくやってる。イレギュラー。専門でしょ。しょうもない。だって、あれで散らばる予定やったっすよね。しょうもない。ミスったな。どうでしたか、モルク。完全にミスったっすね。流れを吸ってないで。お前の実力。想定では。想定ではまず8か9ぐらいを狙えて行ってたんですけど、ちょっと想像以上に言うこと聞かなかったっすね、モルックが。でも150キロでしたな。はみ出してましたね。紙一重です。先輩怒ってる先輩。これ立ち切れてる。いや、9狙うときに3いったっすからね。それも結構でかいっすよ、僕の中では。お前、1本も当てられないやつが、お前。まあ、1点差まで行きましょう。